人間が数人と、鉄球。鉄球を引っ張って、おらー勝利。何なんだよこのゲーム。びっくりチキンが歩いています。チキン宝箱落としていったぜ。何が入ってるのでしょうか？これは、鉄球にダイナマイト。ゲットしましょう。これがダイナマイト鉄球。その威力は、一撃だー。レッキングスマッシュ。鉄球分回しアクション。大きい人、これは鉄球で倒せるのか？ちょっと足に当てただけで、しっかり倒せました。鉄球強すぎだろ。今度は大きい人が斜めに並んでいます。鉄球は角度調整自由だぜ。勢いは止まりません。大きすぎだろ。こんなに多いと、鉄球で全員倒すのは難しいかも。左側の敵がほぼ余ってるぜ。あんまり回転してくれませんでしたね。しかしこの鉄球、何回でも引っ張れるぞー。大丈夫じゃねえか。なのでこのゲーム、絶対に勝てます。こんな強い鉄球、何回でも引っ張れるなんておかしいだろ。バランスは最初から壊れてました。今度は人間が走ってるぜ。びっくりチキンが横切っています。チキンに鉄球かわされたぜ。あ、チキンが通り過ぎてしまう。チキンはただ横切っていくだけだったぜ。宝箱取り損ねました。チキンは戻ってこないみたいだな。人間は全員倒したので、クリア。このタイミングでチキン戻ってくるのかよ。たくさんの人と、奥にはでかい巨人。まずは手前の人たちを倒すとこからだな。巨人は走ってるので、どんどん近づいてきます。まだ巨人には鉄球届かないぜ。なので、手前を削って巨人への道を開けます。そろそろ巨人に攻撃届きそうだぜ。くらえ。おらー。足にちょっと当たっただけでぶっ飛んでんじゃねえか。それだけ鉄球の威力がすごいってことですよ。鉄球で倒せない敵はいないぜ。もしかして、記念写真撮ってる？ぶっ飛べー。宝箱チキン、少しでかいぜ。チキンに鉄球当てたので、宝箱を落としていきました。次はダイナマイト鉄球使えるぜ。これで全員撃破、宝箱が開いたぜ。もはや、鉄球の必要すらありません。爆発するからな。奥に巨大チキン3体、すごいスピードのダッシュで近づいてくるぜ。みんなまとめて、爆発だー。